皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は接続詞 when を使った練習問題を解いていきたいと思います。この接続詞の when は何々の時、何々した時という意味になりましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、エミは若かった時、水泳が好きでした。こういう日本語ですね。書いてある英語の部分を見ると、Amy was young. She、傍線になって、swimming。こうなっていますね。この前の部分の Amy was young。Amyが若かった、ね、日本語はエミは若かった時ですから、エミ was young の前に when がつくことがわかります。ですから when エミ was young で、彼女は水泳が好きでした。過去形ですから like は like toこうなりますね。When Amy was young, she liked swimming. これで英文が完成しました。括弧に、私が家に着いたとき、ね、母は料理をしていました。こういう文章ですね。英文は、My mother was cooking, 傍線になって、I、傍線で home ですね。前の部分、My mother was cooking.お母さんは料理をしていましたとなっていますから、私が家に着いた時は後ろに来ていることがわかります。ですから I の前に when をつけて、 when I 家に着いた時ですから、 get の過去形の got を使って、 I got home、ね、これで when I got home、 私が家に着いた時という部分が完成しましたね。My mother was cooking when I got home. これで私が家に着いたとき、母は料理をしていましたという意味の英文が完成したわけです。四角に、単語を並び替えて日本文に合う英文を作りましょう。こういう問題ですね。括弧1、彼女に会ったとき私は嬉しかったと。ね、まず単語を見ていくと、so、ね、会うという過去形ですね。happy、ね、嬉しいと。I、ね、her、when、で、カンマがあって、was、I となります。このカンマが入っているので、when、この部分が前に来ていることがわかりますから、これは when で始まりますね。彼女に会ったときですから、when、 まずこれが消えますね。誰が彼女に会ったかというと、私ですから、 I saw her、 when I saw her で、カンマですね。 when I saw her、私は嬉しかったんですから、 I was で happy、 こうなりますね。 When I saw her I was happy。 ちょっと S が変なって言ってますんで書き直しますね。見えますかね。When I saw her, I was happy. これで彼女に会ったとき私は嬉しかったという英文が完成しましたね。四角3、 when を使って2つの文を1つにしてみましょう。こういう問題です。括弧1、 My father is free. He often listens to music、ね、お父さんは暇です
という部分ね、時間がありますという。で、後ろは、彼はよく音楽を聴きます。どちらに母音をつけたらいいでしょう。意味から考えていきますね。My father is free。 お父さんは暇な時、彼はよく音楽を聴きます。When を前につけるとそうなります。 When を後ろにつけると When he often listens to music。 彼はよく音楽を聴くとき、彼、お父さんは暇です。これはおかしいですよね。暇なとき音楽を聴くっていうのが自然ですから、 When は My father is free の前につけます。When my father is free。 When の文章は前にあるのでカンマ、そして He often listenedTo music。 When my father is free, he often listened to music。 これでお父さんは暇の時よく音楽を聴きますという英文が出来上がりました。ではカッコ2を見ていきましょう。 It was 2 o'clock. I got to the station。じゃあ意味上からどちらに母音をつけたらいいか考えますね。 It was 2 o'clock。 これ2時だった、2時だった、こっちにつけると時となりますよね。私は駅に着きました。後ろにつけると When I got to the station。 私が駅に着いた時2時でした。どちらが自然な文章でしょう。そうですね、私の駅に着いた時2時でしたという方が自然ですよね。ですから When は後ろの文章の前、この部分につけます。ですから It was 2 o'clockWhen I got to the station。 書き直しますね。 It was 2 o'clock when I got to the station。 It was 2 o'clock when I got to the station。駅に着いた時、私が駅に着いた時2時でしたという英文が完成しました。よろしいでしょうか。今回は接続詞 When を使った練習問題ですね、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。